2016年のなっちゃんと一緒に見てこな。 DNA はもう完全にここですな。ここです。この足な、これゆっくり見たらすごいことしてて。次です。うんか、前から見てるから分かりづらいかもしれへんけど、つま先とかかとがほんまに一直線じゃないのかっていうぐらいガニ股に慣れてる。これバレエでいうとこの2番プリエに近いです。外旋にさせるための筋肉が柔らかいっていうのと、こんだけ一気に開けられる筋肉の強さ。だから内股にする時も異様に内股になれる。1、2、ここね、膝めっちゃ閉じてるの分かる？内股の時とガニ股の時の差が激しいから、下半身だけで踊ってても異様に映えるんです。もうそれがジン君の強み。外内、いやここが良すぎるのよ。次はダンスブレイク。ダンスブレイクもかましてるのでちょっと見ていきましょう。次もいいよ。うんか、ちゃちゃちゃ、うんか、ちゃちゃちゃ。すごく細かい振り付けやねんけど、それの角度とか音とかをちゃんと全部綺麗、一番綺麗でシンプルなところにはめてきてる。まずこの足ね、足首をしっかり折ってフレックスにしてる。つま先が伸びてないので、かかとの部分にも角度がつく。で次ね、おいしょ、このところもね、左肘を上げてるので、この肩のライン、右肘と左肘の肩のこの一直線のラインが映えてる。ほんでここもまた足ね、足を綺麗に横に開けられるから、でしっかり上げてるね。次ね、おいしょおいしょおいしょ、この左足にずっと重心乗せたまま、肩、肘、手のひらって動かしてきてんねんけど、その動きがめちゃめちゃ映えるんよな。押さえるところは押さえる、動かすところは動かすっていう、本当にもうシンプルにシンプルに基礎を守ってる感じ。振り付けのあるがままを踊ってる。変にいろんなニュアンスを乗せてない感じ、伝わるかな。もう真面目に足をしっかり開いて手をしっかり落としてる。いろんな色とかいろんな角度をつけて、僕のかっこよさは何だろうっていうのを前面に出すよりも、しっかりと振り付けを踊っていますっていう美。振り付け師さんがすごい嬉しい踊り方をするかもしれない。次、マイクドロップはここです。このワンエイトのかっこよさが異常なの。もうみんなね、細くさんに目がいっちゃうとは思うねんけど、ジンクの良さもめちゃめちゃ出てるから。体、上半身を後ろに引くねんけど、この引き具合でしっかり顔を前に向けてる、このライン、シンプルに踊ってるがゆえに、もう骨格の良さ、手の長さ、足の長さっていうのを、まあ、知らず知らずのうちに活かしてしまっている。このね、後ろに体預けてる感じ、もう特にこのラインなんかもめちゃめちゃかっこいいです。両手をしっかり伸ばしてるからかな。ジン君はもう真面目においしょってしっかり伸ばしてるからこそ、体が後ろに倒れて前と後ろに両方使ってる、この感じが本当にとてもいい。次です。この足をタッチするとこ、1、2、3、4、ここも映えてる。ここはね、その振り付けの踊り方のかっこよさっていうよりも、もう身体能力の高さっていう、運動神経の良さが動きに乗っているので、もうめちゃめちゃかっこいいです。あるかな、この足を上げた時、この叩く手を迎えに行くようにして膝を上げてきているので、一人この上下運動がすごく激しくなってるんですよね。でここが、まあ、ジン君持ち前の運動神経の良さを生かしたような踊り方になってるので、ジン君の持ち前の良さが見えてくる。だからこそかっこいいって感じ。この瞬間なんかめちゃめちゃかっこいいよ。この瞬間の体めちゃめちゃかっこいいでしょ。この右足ピーン伸びて、左膝曲げて、で体は落ちてない、頭も落ちてない。こ
これですよ、ジンくんの持ち前の運動神経を生かした踊り方。ダンサーの良さとはまた違うよね。次、フェイクラブね。フェイクラブのジンくんの良さはね、もうこの一連全部いい。この一連の体の動かし方全部いいんですよ。まずこの潜り込みの肩がいいんやね。肩の動かし方、多分めちゃめちゃアイソレーションで前に持ってきてんねんけど、ジンくんはアイソレーションが全て上手いので、全てもうめちゃめちゃ動かせる人、首も肩も腰もめっちゃ動かせる人やし、踊ってる時にその可動域全部使って踊ることができるので、いや、この当てね、この当てがめちゃめちゃいい。ここ肩を、右肩を前に出しながら左肩をしっかり引いてる、ちゃんとひねりをね加えてて、でもひねる時にしっかりとおへそは前に向けて、胸椎から、まあ、頸椎、胸椎、腰椎ってあって、このあばらがついてる部分だけをねじってるから、人体模型的に綺麗な体の使い方をするの。手もいいよ、この手ね。手首を曲げてる時に肘、この腕が全部動かないっていう微妙なディテールのところがすごく細かいの。ここめちゃめちゃいい。ほんでこの潜り込みね、もう頭を使った潜り込みは全部いいです、ジンク。勢いがねすごいよね、なぜかいつも。おいしょ、いいですね。次、わかる、このウェーブに入る時の頭の潜り具合と、この当て具合が本当にねいいんです。で、だいたい顔の面を前にしてくれるの。だからこそウェーブの入った瞬間っていうのが、前、お客さんの角度からよく、よりよく見えやすい角度取りをしてくれるので、いつもウェーブになるとキムソクジンは映える。どこしょう、どこしょう。で、上がってくる時もそう、この肩の部分をしっかりウェーブで落とした肩を落としたまんま上が、顔だけ先に上がってくるので、ウェーブの軌道が本当に綺麗。もう下がりも上がりもいい、もうウェーブのキムソクジンと呼びましょう。次、ファイヤーだな。ファイヤーのいいところはここです。これ全部いい。これ全部いいよ、みんな。まず肘の角度見て、どこで止めたら分かりやすいかね。よいしょ、ここですよ。この肘ね、めちゃめちゃ角度取ってるし、角度取りながら垂らしてる前腕の部分、この部分をしっかりと真下に持ってきてくれてるから、肘の部分に角度がついてる。これがちょっと前に行っちゃうと、手のひらが前の方に向いちゃうと角度っていうのが生じないんですよ。でもそれをしっかり下げてくれることで、この腕の角度がしっかりと出ている。で、めちゃめちゃ上に当ててる、この肘の上がり具合わかる？もう目の位置ぐらいまで上がってきてるがゆえに、このファイヤーの当てる音っていうのをすごい表現できてる。うわー、もう当てる力が強いんよ。ドン、力が多分強いので、力を出す瞬間になるとね、キムソクジンの男の部分が出る感じ、わかる？男の強さがね、この力の出し方を通じて目に見えるから、ちょっとキュンってしちゃう感じ。男じゃんってなる。次、1、2、3、4、1、2、3、4。ここめっちゃシンプルなんです。めちゃめちゃシンプルな、本当にヒップホップを踊るときに最初の方に習うような、この乗り方、体の使い方をしてて、多分そういう風に踊ってっていう指導があったと思うんですけど、それを忠実に踊っている、そのシンプルがよりかっこいいっていうキムソクジンの法則ね、それがもう出てるから、あ、いい。
このね、持ってきた時のこの角度なんかもうちゃんと踊ってます、ちゃんと振り付けを今踊っていますっていう感じ、何の色も乗せていません、乗せないことが僕の良さですって知らんけど、そんな感じに見えてとてもいいんですよ。この手の部分を見てるところとかもね、こういうところもね、もうジン君だけが見てんねんけど、なんかなんだろう、この一生懸命踊っている感じっていうのが伝わってくるんよな。でこの手パタパタさせるところの良さは足元です。足元見てて、このしっかりとつま先を立ててフレックスにしている、すごく良い、ここめちゃめちゃいい。で着地した瞬間にちょっとジン君の可愛らしい感じが出るから、ギャップがすごいよな。この一通り見ててね、よいしょ、めちゃめちゃかっこいい。着地した瞬間にジン君らしさが出る、なんだろうねこれね。良いです。次オンだね。オンのダンスブレイクもめちゃめちゃいいから、よいしょ、あ、ここがいい。もう一通り全部いいの。もう一通り全部いい。でも特にいいところが次のね、この肩と首の当て、力の強さを最大限に使ってガッて当てにいってるこの男らしさ。ほんでその前のウェーブも綺麗やね。手の位置が少し高いの分かりますか？右手の位置を少し高めに取った状態でウェーブを通してるので目に入りやすいんよ。ここね、みんなより気持ち高いの分かる？顔の周りに持ってきてるがゆえに目に入ってくる踊り方をしてる、このウェーブが。なんで当てた時にしっかりとね、右肩を当てるだけじゃなくて左肩もひねってきてる、体の面も変えてきてる。よいしょ、うんか、いい。次、ここが良すぎる。ここの足元見て、ここね、ほら、この瞬間にしっかりとつま先に乗ってかかと上げて膝開いて閉じて、もう一番バレーの一番持ってきて打つ、この足元が甘くない、全部の角度しっかり取ってる、バレーの基礎でもちゃんとやったんですかって思っちゃうぐらいのね、もうポイ、もう一番ポジションに持ってきてる、ここ。ほんでこの下半身しっかり見て、みんな、良い良い。あ、ここのタンタンタン、このザ・ヒップホップのノリですね。ズンズンか、わー、止めれるかな、ズン、ダ、ジャ、イ、このここだ、ここだ、この瞬間の角度が男前なんよ、男前、イケメン大学生の角度。よくわからんけど何言ってるか、何なんだろうな、この顔の良さをしっかり生かした角度取り、あと肩と腕の位置で足を伸ばしきって地面につけてる、この体のライン全部いいです。無意識でやってんのかな、なんかすごいね、体全体を使ったイケメンな角度を取ってくるから、ワールドワイドハンサムの角度を取ってくる、体を使ってね、でそれがね、踊ってる時に見えてくるから、うわかっこいいってなる、ハッとする。これめちゃめちゃかっこいいよ。体をできるだけ大きく見せる角度をとってます。もううますぎるわ。ラストはもうね、これはね、もうめちゃめちゃピンポイントですけど、やっていいですか？ここだった、だったっていう、この音に合わせた体の当て方っていうのが最高にシンプルにかっこいいから、ハッとしますね。次もいい、良い、ここもいいよ。腕をね、肘を上げてるの、ジン君は。
肘を下げてないんですよ。ここね、この腕の角度がこのね、キム・ソクジンさん独特の肩のラインからつながってる、この肩からの二の腕のこの男のラインを使って踊ってくるから、もう胸ドキドキが止まらない、かっこいい。なっちゃんねる。もうね、ジンくんめちゃめちゃダンスうまいです。移動の時とかフリーダンスの時に溢れ出ちゃう可愛らしさと、シンプルに踊った時のもうね、キム・ソクジンの骨格の良さ、運動神経の良さ、あとしっかりともう振り付けを踊るぞっていう気概がダンスを通して見えてくるのがもう本当にいい。もうダンサーが見てもってなるぐらいのかっこよさでした。以上です。